プレーオフという、こうちょっとこう緊張感のある舞台に行くわけですけれども、はい、あの気持ちの部分っていうのはどう、なんかこう高ぶってるのか、それともすごく落ち着いてるのか、コートは今どういう状況？楽しみです、うん、はい、ワクワクっていう感じ。そんな感じです。それ自分の中でなんかそう思ってる理由ってどこにあると思う？トーナメントだし一発勝負なんで、なんか久しぶりな感じがして楽しみです。ちょっとこう徳島戦はあの体調不良でっていう部分はありましたけれども、あの試合はこうどういう思いで見てた？負けたらやばいなと思って、まあ、勝ってくれと思ってました、はい、チームメイトに感謝。そうです、ね、決まった時っていうのは逆にほっとしました。でなんかそこまでシャーみたいな感じではない？そんな元気じゃなかったんでほっとしました。あのまあ一試合ちょっとブレイクが入って臨む試合になりますけれども、こうアビスパが相手っていうのはコータにとってはどう？1回だけ対戦して、でもその時は主力の選手が何人かいなかったんですけど、やっぱその中でも一人一人うまいし、なんか硬いチームだなっていう印象が。この辺やってやろうかなみたいな、そういう感じはある？いや、いつも通り頑張りたいと思います。攻守の部分でやっぱりキーポイントになるポジションだと思うんですけれども、その辺のイメージってもできてますか？アビスパを相手にしてこういうプレーをするんだっていう。まあ、前回やってあんまり悪いイメージはないんで、前回みたいにボール奪ってで自分で持ち上がってっていうプレーをやっていきたいです。すごく楽しみなのかな。はい、うん、初めてなんで雰囲気とかも楽しみです。この前のアジスタの雰囲気味わえなかったのはちょっと残念だったんじゃない？いや、テレビで味わってました、はい、すごかったです。熊本まで来てくれるサポーターの皆さんや、テレビで応援してくれるサポーターの皆さん、一緒に頑張りましょう。絶対勝ちます。